東京競馬場第5レースメイクデビュー東京2歳新馬芝コース 1600m 9頭がデビューを迎えます。先週は日本ダービーで盛り上がった東京競馬場、今週からは来年のダービーを頂点としたクラシックへ向けての戦いが始まります。昨日から今日にかけて250ミリを超える雨が観測された東京競馬場、芝ダートともに不良のコンディション。最後に9番の武神が入って9頭のデビュー戦、枠入り完了。スタートしました。2番ドリーミングアップ、3番スパイキーボーは後方から、まずは9番武神が出ていって1馬身リード、これを追って8番シュトラウスが2番手に上がって、3番手は2頭外、6番湘南マントル、そのうちに5番梅手まり、3番手4番手、あとは2馬身半離れて3頭広がって、馬群の中2番ドリーミングアップ、内は1番コムダビチュード、外は並んで7番リエンダです。4馬身後方に3番スパイキーボー、3馬身から4馬身離れて最後方に4番当選イライザです。後方2頭が離れて他は固まって、これから3コーナーへと向かっていきます。前は今度は8番シュトラウス、先頭に代わって3コーナーのカーブ、 600m 36秒ぐらいで行っています。2番手は内9番の武神で、3、4コーナー中間並んで7番リエンダ、馬群の中には6番湘南マントル、2番手3頭迫っていくのは5番梅手まり、さあ前は固まって3、4コーナー中間から4コーナーへと向かっていきます。先頭8番シュトラウス、リードは1馬身キープ、2番手6番湘南マントルが上がって残り 600m、 4コーナーを回ります。3番手内9番武神、4コーナーを回って直線コース、その外に並んで5番梅手まりです。さあ直線の攻防、坂を上がって残り 400m、 突き放しにかかった8番シュトラウス、3馬身4馬身リードを取り始めた。2番手は6番湘南マントル、3番手は9番の武神が上がってくるか、内は1番コムダビチュード、さらには5番梅手まり、2番ドリーミングアップ、その後ろ200を切った。さあ独走態勢、8番シュトラウス7馬身8馬身リードを取っている、持ったままだ。2番手は6番湘南マントル、8番のシュトラウス完勝のデビュー勝ち、ゴール。2着は6番湘南マントル、3着わずかに9番武神が上がっています。人気を集めた快勝です。8番シュトラウス圧巻のデビュー勝ち、タイムは1分36秒9。スタートを決めて序盤は2頭の競り合い、途中から短期先頭に変わった8番のシュトラウス、直線中戸場でもほとんど追うことなく、ゴール前は流すような格好で鮮やかなデビュー勝ち。2着6番湘南マントル、3着は9番の武神が最後に上がっています。ゴール前は結局8馬身ぐらい大きな差を取っての1着、1分36秒9。上がりタイム、ゴールまでの 800m は46秒8、 600m は34秒5です。1着8番ストラウス、父はモーリス、2着6番湘南マントル、3着9番武神、4着1番コムタビチュード、5着2番のドリーミングアップの順番です。東京第5レース確定までお待ちください。10馬身以上あったんじゃないですかね、おそらく大差なんじゃないかな、新馬戦の大差勝ち、評判通りというところで、不良馬場ってことを考えると、これ36秒9という走破時計も、この着差分なんか早いんじゃないですかね。ずっとなんか手応え十分な感じで直線に向いてきて、ちょっと後続がついていけないというぐらいの、ここはちょっと能力が違いました。では最終オーズご覧いただきましょう。8番6番9番です。1番人気、2番人気、3番人気の順です。単勝8番 1.4 倍、枠連68 2.3倍、馬連6番8番 2.7 倍、馬単8番6番 3.4 倍、三連複6番8番9番 4.6 倍、三連単8番6番9番 10.9 倍です。顔が特徴的で流星がすごい可愛らしい、ね、人気が出そうですけれどもね流星がすごく太くてね、この後どういう風に成長していくのか楽しみな、シュトラウス圧勝です。確定までお待ちください。